3月31日、土曜日、午後10時30分を回りました。4語頻語な夜、第420回、今夜もどうぞよろしくお願いします。まあ、今週は本当、いろんなことがあって、まあ、この1日24時間だけでも、いろんなことがありましたね。まあ、いろんなこと、時系列を追いながらお話をしていきたいんですけど、昨日の夜、夜っていうか昨日ね、YouTube の動画、著作権侵害の動画があったんで、昨日の夕方ぐらいに、とも YouTube の方のメールでね、著作権侵害を行っている動画の削除をお願いしますって言ったら、眠った後、午前、昨日ね、結構早く寝たんで、午前1時前ぐらいかな、スマートフォンがピッピッピッってなって、見たらメール来てました。YouTube チームからでした。申請のあった、動画の削除を完了しました。というメールでした。えらい早いなと思いましたね。Google とか YouTube なんかはいくらお願いを出しても、なかなか対応してもらえないっていうところで有名な会社なんですね。だから、これ1週間、2週間かかるのかなと思ったら、何のことはない。たった数時間で、著作権の違反の動画を削除したっていうことは、やはりね、また権利関係に関しては、まあでも YouTube、Google 自体が権利関係で、ちょっと訴えられてるって部分があるんでね。だから、まあ、迅速に行ってもらったということは、まあ、評価しますけどね。うん、本当、よかったですね。なんかそういった、アピールをしているということも考えられますけれど、まあ、YouTube パートナーとしてのね、権利を守らないといけないという意識が働いているんでしょうか。本当、YouTube チームさん、ありがとうございました。まあ、一見落着、まあ、この問題、著作権侵害の動画に関する問題は、一見落着なんですが、なんかね、いつものルーチンワークに著作権侵害の動画をチェックする、見つけるっていう作業が、新しく加わったので、ちょっと嫌だなって仕事が増えたなという感じですね。まあ、YouTube の方に、1370本ぐらいの動画をアップしてるんでね、そういった、人の動画を勝手に上映したり、コピーしたりっていうこともあるだろうなと思いますね。まあ、過去には僕もね、他人の著作権を侵害をして動画をアップしたことがあって、YouTube のチームから、なんだお前はっていうふうに、言われたこともあったんで、極力、著作権に関してはね、まあ、配慮しているところではありますけれど、まあ、なんというか、YouTube のガイドラインが見えてこないんですね。この、4語頻語な夜の冒頭の BGM に関しても、ある時には YouTube チームの方から、この楽曲、著作権侵害をしてますというレポートが来たり、また、別のところでは、特に YouTube のチームから、同じ4語頻語な夜の冒頭の BGM に関して問い合わせをしても、これに関しては、著作権の違反はありません。オールクリアですという返事をもらったりしてね、なんかね、対応がバラバラなんですよ。この冒頭の BGM は、まあ、前にもお話をしましたように、自分で楽曲を購入して、あとネットの方でもね、アーティスト名楽曲がネットで、あるかどうかっていうのをチェックした上で、使っているんですけど、今のところネットでもヒットしないし、使ってる曲が、他の方で、iTunes ですかとか、ネットで販売されているという実態もないので、その子たちを、
YouTube の方に毎回毎回申請してます。今日今夜のこの動画もね、YouTube にアップする際に、必ず YouTube の方に、毎回毎回同じことを、この4語頻語の夜の冒頭で使ってる曲のアーティスト名はこういった名前で、曲名は何なんですと。つけましては、ネット上で、アーティスト及び曲名を検索して、権利関係を確認しておりますということをね、一回一回ね、申請しないといけないんですよ。で、それ毎回毎回やってるんですけど、それに関して YouTube の方から、いや、これはいけない、ダメだ、使うな、というようなお達しレポートは来ないので、今のところ、使っているという状況です。まあ、極力ね、自分で曲を作るのが一番いいんですけど、まあ、曲のセンスもねえし、まあ、小学校の教員の割にはね、ピアノやオルガンは下手なんで、なかなか、自分でね、曲を作るっていうところが難しいんですけど、まあ、そんなことも言ってられないんで、曲作りもね、新年度の課題としてやっていかないといけないのかなというふうに思っているところです。つんで、本当、極力他人の権利、他人が作ったものを無断で使うってことはしない。これは当然のこと、まあ、人間としてやってはいけないことなんですが、いかんせん日本人っていうのは、そういったところが疎いというか弱いというか、まあ、学校でもようやく著作権に関する教育が行われているということで、僕ら50代の人間はね、小学校、中学校の頃、著作権に関する教育を受けてない。受けてないから人の権利を侵していいかというとすれば違う問題であってね、人が作ったものは使っていいでしょうかっていうようなことを言うのは当たり前のことなんでね、それを無断で使ったり、無断で上映するっていうこと自体があってはいけないことなんですよね。だから僕も人の振り見て我が振り直せではありませんけどね、また権利関係をね、しっかりと確認した上で、動画を編集したり、アップしたり、していきたいというふうに思っておりますんで、もし僕の動画見て、絵の1個か2個、何個かあるんですよね。あれ、これどうなのっていうのを、まあ、それも僕もちょっと YouTube さんの方に、楽曲を使って、動画をアップしていますが、どうでしょうか、もし問題があれば、レポートをもらえませんかというようなことを申請している動画が何件かあるんですけど、今のところクリアなんですよ。あれ？いいのかなっていう気もするんで、そのあたりと YouTube さんの著作権に関するガイドラインがちょっと曖昧なのかなっていうか、ガイドラインというか、レコード会社が訴えなければ特に問題ないっていうところなんですね。そうなんですよ。なんだ。この楽曲に関しては、なんたらかんたら、レコード会社が、権利を持っていますと。これにつけましては使用できませんみたいな形で、レコード会社や、音楽コンテンツを管理している団体の方からね、また、訴えが出てくるわけであって、まあ、必ずしも全てのレコード会社が使ってはいけない、ダメであるというわけではないようですね。うん、そのあたりがちょっとはっきりわからないんでしょうね。どこのレコード会社が良くて、どこのレコード会社が悪いのかということがあらかじめ分かっていればいいですし、あと逆に YouTube の方から音楽の提供、曲の提供があるんで、それに関しては、まあ、自由に使えるんでね、こちら側で動画を編集してアップした後に YouTube 側が提供している曲をね、編集で流し込む、それをまた再度、うまく編集し直してアップするということもできるんで、まあ、YouTube の提供する曲あまりねかっこいいのがないので、1回か2回使ったぐらいですかね。
15秒から30秒の4、5品ぐらい売るの CM のバックミュージックに YouTube さんの曲をお借りして作ったことがあるんですけど、こんなもんかなという感じではありますけれど、逆に言うと、僕のような曲のセンスがない、曲を作ることができない人間からすると、YouTube さんの提供している曲は非常にありがたいのかなというふうに思っています。そんで、ちょっと新年度、曲作りと頑張ってやってみたいと思います。ああ、そうです。YouTube といえば、昨日になるんですかね、YouTube つながりで、東京にお住まいの、宮崎県出身のアニメーション作家の方から、メールが届きました。アニメーションを作っているということで、新作のアニメーションのご案内、それが古事記1300年記念ということで、宮崎県は今年から、イベントを行っていこうと動いている中で、その方が作ったアニメーションというのが、スサノオノミコト、スサノオというね、なんだあれは、アニメーションを、紹介していただいたんですけど、結構ね、スサノオという、アニメーション、15分の、長さなんですけれど、すごいなと思ったんですね。もう映像も綺麗だったんですが、ナレーションの声が非常にね、魅力的な声で、なんかかっこいいなと思ったんですね。で、アニメーション自体も非常にクオリティの高いもので、こういったのもね、古事記日頃、古事記に接することが少ない小学生、中学生の教材用としてDVD にしてね、学校に配って、学校で、そういった古事記に関するね、お話をするときに、そういった、15分のアニメーションを見せるっていうのも非常にいいのかなと思ったんですね。一回見てください。すごいです。かっこいいな、すごいなっていう、アニメーションですんでね、その方は結構ね、過去にもいろんな、アニメーションを作っているんで、非常にセンスがいいなっていうアニメーションばかりでございました。まだ全ては見てないんですけど、もしその古事記に関するアニメーションがね、シリーズ化されれば、天の岩戸とかのアニメーションも見てみたいし、古事記には関係ないかもしれませんけれど、串間市の、サーフィンのメッカ、恋ヶ浦海岸ってあります。本当名前が恋、恋愛の恋ね、恋ヶ浦海岸。そこもね、結構、秘恋物語っていうか、叶わない恋の物語があった場所なんですね。それは古事記に関係があるかどうかわかりませんけど、恋ヶ浦海岸に行くと、記念碑が、看板が、立ってあって、そこに、その恋ヶ浦の秘恋物語に関する概略が書いてあるんですね。まあ、それが、古事記に関係があるかどうかっていうのはちょっとはっきり覚えてないんですけれど、でお話もね、あんまり全てきちっと覚えていないんですが、ただ、ああ、悲しいなって、叶わない恋か、だから恋ヶ浦って名前があるんだろうなっていうふうに思ったんですね。不思議なことに、南郷町から串間市に降りてくる海岸沿いには、恋ヶ浦とか、夫婦浦とかね、恋や、夫婦に男女に関係があるような地名があるんですよ。なんでそういった地名がついているのかということを、ルーツをたどっていくと、やはり古事記とか、日本神話とか、日本書紀とか、そういったところにつながっていくんですね。そんで、南郷町、串間市の日南海岸沿いを、ドライブすると、夫婦浦ってあります。夫婦浦の言い伝えもあるんですけど、ちょっと今、はっきりと覚えておりません。で、夫婦浦をずっと南下していくと、
渚百選、非常にね、綺麗な渚、なんという海岸か、また名前を忘れておりますけれど、非常にね、あの海岸線が美しい、あの、渚があります。そこを過ぎて、麹島を過ぎて、もっと南の方ですかね、小井ヶ浦海岸があります。もう名前も非常に素敵な名前なんですけれど、鯉が生まれそうな海岸なんですが、実は金輪の鯉の舞台であったということなんですね。そういったこともね、アニメーションなんかにすると、また、なんていうかね、イマジネーションが広がっていくし、まあ、エンターテインメント性が強いアニメーションになってくるとね、ちょっと表現豊かな古事記っていうのがまた浮かび上がってくるんではないのかなと思います。まあ、あの、古事記1300年記念ということで、急遽何かイベントをしないといけないということで動いているようですが、あ、固まった。なんかね、ボーンと打ち上げ花火的なイベントを行うよりもね、こういったあの古事記に関するお話、ソフトウェアに関する部分ね、あの今の子供っていうのは、本を読むよりもアニメーションで見るっていうことが多いのでね、そういった古事記に関するアニメーションを、収録した DVD というのを作ったりするのも、ソフトウェア事業の面でも非常にいいと思いますし、そういった優秀な、作家さんを、人材育成していくっていうインキュベーション的な授業というのも、あってもいいんじゃないかなと思うんですよね。ぜひこれは河野知事にも見ていただいて、古事記1300年記念の中にイベントに授業に組み込んでいただけると、もっと幅の広がる授業が展開できるんではないのかなというふうに思いました。早速、続編も見たいですみたいなコメントをね、まあ、その方に送ったんですが、ぜひ皆さん、YouTube の方でスサノオというふうにして、検索していけば、あのアニメーションを見ることができます。ですんでちょっと、すごいと思います。あの感動というか、って映像的にも非常に美しい。あのね、昔のほら、日本昔話テレビであった、ああいったの切り絵バージョンみたいな、あの映像ですね。非常になんか、あのエキゾチックというか古事記にあったような映像なんですよね。うん、だから、アニメーション好きな方にはたまらない作品ではないのかなというふうに思っておりますので、ぜひ宮崎県出身の、アニメーション作家、名前がね、アートミック8ネオさんですけ、あのちょっと英語読みが悪いんですけど、アートミック数字の8、アートミック8ネオさんですんで、ぜひ YouTube の方で、ご覧ください。僕も、Facebook またブログの方でね、その、アニメーション、古事記に関するアニメーションをね、どんどん PR していきたいと思います。はい、まあね、いろんな、とこでいろんな方とつながっていくということで、まあネットがあるから、こんなことができるんだろうなということで、非常に嬉しく思いますし、自分とは違った分野の方々の作品を見ることによって、こうした自分も頑張っていい作品を作っていこうというふうに思ったりするんですけれど、まあ、いかんせんお金も人も何もないんで、ドキュメンタリーを作ったりドラマを作ったりということができないんですけど、まあ、ドキュメンタリーぐらいはね、なんとかできるのかなということで、まあ、時間があればその恋が裏の秘伝物語のお話を知っている人をね、探して恋ヶ浦近辺でそのお話をしてもらおうとかね、そういったことは、まあ、古事記1300年記念と連動してできるのかなというふうに考えているところです。まあ、自分なりの
古事記1300年ということをね、僕もね、小さい頃、子供の頃、まあ、親父やばあちゃんから、また古事記に関するお話、日本神話、聞かされてましたね。山田のオロチではありませんけれど、もうよく言われたのが、夜8時以降に口笛を吹いたら、山から蛇が降りてくると。もうね、夜中に口笛を吹いたらいけないぞ。ヤマタノオロチが来るぞっていうようなことをね、言われて、ヤマタノオロチってどんなに怖いんだろうか。大変だねっていうことで、もう早く寝た覚えがありますし、まあ、高千穂に行って、まあ、天の岩と見に行ったりすると、まあね、その舞台というかね、その昔の神話とその舞台を見て、何かすごいことがあったんだろうなとかね、まあ想像したりするんですけれど、本当ね、あの、日本神話、まあ、子守唄代わりに、まあ、いろいろと聞かされてきましたね。ですんで、なんかね、自分なりの古事記1300年、自分なりと言ったらおかしいんですけど、ディスカバージャパン、1970年代に一時期流行ったディスカバージャパンではありませんけれど、日本再発見、ね、日本の良さを再発見する、ディスカバー日本ですかね、ジャパンというよりも、やはり日本という呼び方、日本という呼び方がいいと思うんですよね。だからディスカバー日本ということで、日本再発見をね、自分なりにやってみたいなと。まあ、これ、新年度の目標というか、新年度やってみたいなということでございます。はい、ということでね、今年度いろんなこともありました。年度末になって、あれこれと変な問題も嫌な問題もありましたけど、もっと新年度気分入れ替えて、もっと、強く出ることは強く出ると、強く言うというか強く言うと、バカは相手にしないということでね、ちょっと動いてやっていきたいというふうに思っております。まあ、当然ね、人間信頼関係が大事なんで、相手のことを思いやって相手のことを信頼して動いていかないといけない部分がありますが、まあ、これまでずっと話してきていることに関しては、これはちょっと、礼を欠く、礼儀知らずの恩知らずだなというふうに思っておるところでございます。あの、これ自分で作った言葉なんですが、ボランティアハラスメント、と思うんですよ。ボラハラ、と思いますよ。何でもかんでもボランティアで済ませようと。それはバカですよ、はっきり言って。自分が仕事が忙しいから、何もできないから、その代わり、ボランティアにお願いして、ボランティアで協力できると言いませんかって簡単に言うけれど、実際僕ら市民活動とか NPO 活動、ボランティア活動を十数年ぐらいずっとやってきておりますが、そんなね、なんだ、ボランティアだから人件費がいらないとかね、安い労働力を求めるためにボランティアに頼ろうとかね、そういった甘い考えではね、ダメと思うんですよ。ね、いわゆる市民活動とボランティアと奉仕活動といった意味が全く違うと思うんですよ。ね、あの派遣労働法ではありませんけれど、安い労働力、善意をもとにした労働力ということで、ボランティアでお願いできませんかって言うけれど、それもね、考え違いじゃないのかなってとこですよね。うん、で、人の善意をきちっと使うんであったら、その終わった後のアフターフォローもしっかりとしないといけないっていうことが市民活動の基本。ありがとう。お世話になりました。よろしくお願いします。申し訳ありません。っていうふうにして、きちっとコミュニケーションができること、相手の立場を考えること、そういったこと、普通の、経済活動と何ら変わることはない。ただ、善意で労働力を
提供しているということ、その善意に応えないといけないの。そういったバカなことやってるから、こういったことになるんでしょう。ボラハラ、ボランティアハラスメント、ボランティアという名を借りて、自分たちのやりたい放題やってるっていうバカなこと。それだけはやめてほしいと思います。だからにわかボランティア、ね、ではやっていけません。それは自治会の活動でも同じことでございます。なんだろうな、また経験がないからそんなバカなことができるんだろうな。本当、なんだ、仕事が忙しい、忙しいという合間に自分で自分なりのボランティア活動をやっていればわかるはず。市民活動、ボランティアがどんなものなのか、それをまだ安い労働力の代わりにボランティアでお願いしましょうというのは簡単だけどね、ということでございます。ですんで新年度からコロッとカラッと、方針を方向を変えたいと思います。まあ、これまでのこともね、きちっと清算をして請求したいと思います。そんな恩をあだで返すようなことをやっておきながらね、あとは知らん顔だからね、それちょっと、きちっと、やります。はい。ということでね、あまり愚痴ばっかり言うと、また愚痴か。また、リスナーさんが減るといけませんので、あまり言いませんけれど、起こることはしっかり起こる、いけないことはいけないというということを、電話で謝ろうと来てきた人もいるけれど、電話じゃダメだよ。それは自分の気持ちは伝わってこないはず。あと、会って謝らなければ。謝るというか、会ってお礼を言うとかね。自分らが何やってきたのかっていうのが分かるはず、ね。はい、ということでございます。はい、3月31日、平成23年度も今日で終わりです。明日からは平成24年度。4月1日、就活が始まります。ね、新しい気持ちでね、前向きにまた、いろんな活動に取り組んでいきたいと思います。動画に関してもね、さっき言ったように、音楽が自分で曲ができるように、曲作りとかね、映像作りとか、もっと腕を磨いて、センスがある動画作りにね、励みたいと思っております。今後ともね、こんなバカな、50の、親父の、ぼやきを、伝えていきますんで、もう言うなと、もううるさいぼやきはうざいって言うんだったら、どうぞコメントに、その旨、うざいと、書いてください。なるべくね、いろんな、幅の広いお話をしていきたいと思っております。本当、平成23年度、ご視聴いただき、ありがとうございました。平成24年度もどうぞ、ご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃ、今夜の、4ご品ごな夜第420回終わりにしたいと思います。失礼します。